ね、今日こんな格好ですからね。これで私夜は越せませんよ。さあどうしような、どうしよう、口から出てって、うん、でダメそうならね、こっからまたね2つ選択肢があるんですよね。一つはね、まあ無難な方です、大阪の阿部の橋、谷の内方面に出るわけですね、そうするとね、まあ何しろあれだけの街ですから、いろんなネットカフェとかもあります、カラオケ屋さんとかもねいっぱいありますから、まあそこで一晩取ろうと。ちょっとビジネスホテルはね試しに取れるかなと思いましたけど、ちょっとねもういっぱいだったんですよね結構、で値段も高かった、ね、よしちょっとネットカフェに連れていこうと思いますけど、いかがで多分競争率が激しい、泊まりたいという人は5万ということでしょう。それを勝ち取れるかどうかというと、怪しいわけです。特に夜遅くなってくるとね、でもう一つ穴場といったらあれなんですけど、奈良県の高台市ですね。そう、高台市にも快活クラブあるんですよね。前回調べとった時ですね、結局あの時は橿原神宮まで出ました。あの後京都とかの方にも行かないといけないっていうのでね、まあ、今回はそうじゃなくて実はもう一回、戻るんでね、ここ面白いな。伏線の片方はもう塞がってるんですね。でも完全に単線跡とかになってますね。線路はあるのはありますけど、ここは常磐かな、常磐かな、まるで地元に帰ってきたのなると。四日市だったら常磐ですけどね、常磐かもしれません。列車がやってきますね。そう、そのあたりどうしようかなっていうのはねすごく悩みどころなんですよ。頭の痛いところなんですけどね。それで高田市にも、あるんです。でそこやはりあれ安いんですよね、高田市の方に行くと。だから、そっちの方で取れればいいんですけど、だからここは怖いのは、ここで取れないと本当に何もないんですよ。高田市のちょっと郊外にありますもんで、そう、まあ、ある程度歩かないといけません。20分ぐらいは歩かないといけないのかなと。で、加えて、あれ、これ、あ、この、踏切面白いですね。真ん中にあるんですね。ちょっと渡り、なんか、もう、ちょっと、構造ですね、この踏切。そう。ってことでね、どうしたものかなというところ、ちょっと高田市で攻めようかなと思ってますけどね、でただそこだと、やっぱりどうしてもね、時間としてあの古い地域の方向ばっかり取れない。まあ、これはもうね、まあ、別にね、あの、うちのチャンネルで、まあ、普通ならね、普通の YouTuber ならね、心ぞばかりにですよ。ね、やるところなんでしょうけど、50分のくせに。うちはね、あくまでもね、意識低い系ですからね、そんなね、普通の YouTuber なら取りに行くところね、取りに来ませんよ。楽したがりますからね。楽したがるというか、まあ、どっちにしろね、ちょっと難しいですからね。なんかうまいことあればいいんですけどね。ただもう、快活クラブがないのは分かってます。でも、快活クラブじゃないとね、こういう時何が辛いかというと、快活クラブじゃないと、途中退室ができないんで、この辺り、もし快活クラブがあれば、もう先に押さえとくんですよ。まあ、ちょっとお値段を払います。ちょっとね、3000円、4000円ぐらい払のね、プランになってきてしまいますけど、そうすればね、途中退室っていうことでね、出てって、で、その、方向が変わるのを取って、で、また戻ってきて、確実にね、仮眠取ることができるという方法あるんですけど、残念ながらね、それができないんですよね。